どうも、アクション、タケト、シオチャド、オーヨーゼです。はい、タケトさん、はい、大阪のたこ焼き100旅まで帰りません。いや、帰れませんってか、帰りません、帰れません、まだ帰れません。明日もあるんですけども、まあ、今回ですね、昨日に引き続き大阪企画をやっていきたいと思います。はい、まあ、トライアスロンで食ったと思うんですけど、まあ、たこ焼きやっぱ本場じゃないですか。はい、まあ、粉本で勝負してる大阪というわけで、やっぱここに来たらたこ焼きを大食いしなきゃいけないんじゃないかと。それは間違いねえ。さっき見ただけでももうね、至る所にたこ焼きがあるのよ。いや、マジでね、大阪すごいよ。こっち見て、あ、たこ焼き、あ、こっち見て、たこ焼き、川に粉流れてくる。いや、ダメだダメだダメだ。逆に全部たこ焼きしかないんじゃねえかっていうぐらいのたこ焼きの量や。そうだね、粉本もたこ焼き以外見てないね。いや、だからこそなんかその中でも100個食べればなんかどこがうまいんじゃねえかなと。あ、胸張ってここでこれがうまいよって言えるんじゃないかと思いますよ。オチ読めて、オチ読めて、銀だこがやっぱうめえ。いや、まあね、俺はもうそれだと思ったけど、でもわかんない、それ食べてないので言うのはよくないですよ。くない。そう、現にトライアスロンで食ったの美味しかった。あ、美味しかった。うん、店によってね、味付けも違うと思うので、それを堪能していきたいと思います。はい、というわけで早速食べていきたいと思います。それでは、いきます。ここが、あ、ダメだ、引き抜いた。リモータグつけませんか。クソ一人だけちょっと家なんだよ。すいませんね、トライアスロンの後なんで、もうセントフォーなんすよ。実家にいる時のハヤテッチ卒業とこの格好だ。いや、そうなんだよ。ということで、回ってんの。回ってます。回ってんのこれ。回ってます。あ、やばいやばい、いるから、いるから、その辺に。それな、今日の、なんだこの価格。絶対背中映さない方がいいね。これじゃない。あ、ここもいいけど。あ、ここだ、ここだ、ここだ。あ、食べ比べセット。あ、もうそれやん。3つを4種類。めっちゃええやん。めっちゃええやん。あー、染まってら。最高やねん。俺大好きやねん。恥ずかしいからやめてくれ。え、やめてくれ。それは言わないで知ってるからやめてくれ。というわけで、ククルで購入いたしました。買ってみました。一気にちょっと買って、まあ、みんなで食べようかなと思ってます。今日さ、串カツ食べたところのさ、お兄さんめっちゃいい人だったからさ。そうね、たこ焼き買おう。あそこはたこ焼き買ってあげようよ。ここもわなか、わなかさんの、これのたこ焼きも買いましょう。じゃあ二手に分かれて二つのたこ焼き買ってきます。あ、ちょうどいいか。うん、今10個前後会話をしながらも。というわけで、2つ購入いたしました。うん、で、後ろにね、またたこ焼きさんがある。もうね、やばい。やばい。ほんと30メートルに何店舗あるかってくらい。昼間ね、全然俺、周り見てなかったからさ、気づかなかったけど、マジで多い。本当に多い。買ってきます。はい。雨が、危ない、危ない、雨が。オッケー、買います。もうちょい引き、もうちょい引き出た。あ、危ない。あ、やばい、ダメ。これやばい、これはまずいぞ。大阪でさ、うまくいった撮影長くね。ないな、長くね。なんかいろいろなんかあるんだけど、雨降ってきちゃったから。すごい、雨降る予定なかったけんの。これでホテル入ってまた入れなかったからもう終わりだ。あ、終わり、うん、あ、そこはもう貸す、貸す。じゃあ帰りましょう。やばい、パソコンとかカメラもあるから。いや、マジ、機材だけは大事にね。はい、皆さん、さっきの言った通りね、ちょっと雨が降ってきしまって、はい、なんていうんですか、なんとね、2番街、そう、柏みたいなとこ、あの、柏みたいなとこです。え、この匂い何？トリュフ。この匂いトリュフ。トリュフか。こっち？とりあえず、いろんなところで買ってきました。はい。じゃあまず1店舗ずつ、ちょっとね、紹介していきたいと思います。はい。まずはこちら、コナモンミュージアムさんで、食べ比べセットでございます。はい。なんとね、これ、4種類入っておりまして、3個だから、1人1個食べれます。ちょうどいい。超いいね。一応普通のやつとチーズ、明太、なんだろう、なんだろう、まあ、食べてから新しいんですけど、1200円しました、これ。え、じゃあ1個100円か。結構いい値段しますね。全員一緒に、一緒のやつ食う。じゃあ俺これ、まずスタンダードでしょ。いただきまーす。いただきまーす。うまっ。うん、トロトロや。これトロトロがいいんかね。トロトロの感動忘れてた。ごめん、事前に言っていい、うん、大阪のたこ焼き食べて思ったけど、みんなより好きだわ。あ、本当に。俺の好み的に、これトロトロの方が好き、食べやすい。これおじいちゃんだと思って。熱いじゃん、あれガリガリ。うわ、熱いのは出来たてなら一緒なの。あ、そっかそっか。じゃなくて、なんかね、なんかこのトロッとする、わかる、なんか、うん、なんかこれが好き。あ、わかるけど、俺は銀だこの好き。次はチーズ。これチーズ、チーズでしょう。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。
うっせうっせカードみたいなカードのおじさん、うん、おかしいなねこれは美味しいな違うなタールを口にパッパに詰めてグジグジになったいやもう最悪やこれで、まあ、明太いきます明太は明太いきますか明太いきますか頑張ってくださいありがとうございます応援しようあ、ありがとうございますいただきます明太明太がすごいすごいなご飯食えるこれでうん大阪のさ、人ってさ粉もんで飯食うって言うからえあいや、うん、お好み焼きでご飯食ったりするこれはいけたかもしれないだからね、なんかメインをたこ焼きにしようとしてないうんそうそうそう、ね、かけてるやつの方が味が多いの一番最初のが一番うまかったの今のところねじゃあ、これ気になる、ね、色的にはね、普通のと一緒なんだソースだけどほら、ま、味噌かつかも味噌、味噌に味噌説ない味噌いや、うん、ね、味噌説は味噌説赤味噌赤味噌系だいただきますいただきますあ、味噌だあーあーでも美味しいわこれ普通が一番うまいそうだねカンダードが一番うまかったまだいっぱいあるからマジ辛いやつできたクレオールのトリュフたこ焼きでこれトリュフそうこれトリュフです中に入ってるうわいやすごいで、すだちをなんかかけてくださいって言われましたトリュフ自体あんま得意じゃない俺も得意じゃないあのね、ギュンギュンの企画でねトリュフ湯気来た時にあ、ダメだって思っちゃって分かんなくもないけどでもね分かんなくないのは分かってくれよ分かんなくもないけどどういう分かんないわかんなくもないけど、わかるもくないけどわかるよわかんなくもねえけど、俺はそっちじゃねえんだわだあー、そっかそっか役だろね、ちょっと16の香りしないこれガソリンってやべえだろ奥に感じるものはわからなくもないいただきますあれ、香りだな、うん、味だな逆に手だけが強いよあ、待って、うまいかうん、うまい、おいしいたこ焼きの食感すげえいや、うまいな。うまい。なんか、え、あの、牛乳よりトリュフの使い方うまい。おおおおおいや、本場やな。おおおおいや、別にトリュフは本場じゃねえから。はい、終わり。クレオール終わり。いや、これが一番うまいだろ、絶対。で、ちょっとソースはね、ちょっとね、僕内緒にしたかったんで、食べてからちょっと。待って、めっちゃ煙出てる。超美味しそうです。煙出てるから、いただきます。一応これは、はい、一回のトッピング滑ってるよ滑ってる、うん、いや、知らないで食ったらこれじゃ激辛ではないわ辛いなとは思うけど、うん、ピリ辛だねピリ辛大阪のユーモアこんなもんなんですよやめとんじゃこれやめとんじゃこれは違うそれは完璧しないいやいやうまいなこのふわふわ加減とトロトロ加減結構一番バランコさん、完食おいっぴー10個入りですね10個入りおいしそうスタンダードって感じですねいただきまーすおっと飛ばしたかいや、まず食感だけどすごいと思ってるタコでかくねタコ10個でかいあー、え、でっか一番でかっあ、なんだ、大タコっていうかタコ丸ごと入ってるんだなわけねえだろいや、あるね、こういうこういうちっちゃいタコ丸ごと入ってるうー風味がね、めっちゃだめあるあー、そうだその感じがでね、もうね雨も降っておりましてお店もちょっとそんな一個一個食べてる暇ないので帰るうん、帰る買って帰るべ買って帰って、家で食おうやったー家そう、あった普通の冗談で、あのホテルで、食べたいと思いますじゃあ、いただきまーすガチョ何個ですか、これ36個おー、結構少ないあと60個でも余裕余裕、うん、この余裕な感じでもうすぐ50いっちゃってるめっちゃ60まではいろんなたこ焼きさんも示してしまうので各自あの散らばって買っていきましょうかすいませんどこだどこだまずいたこ焼きが呼んでる急げ恥ずかしいって恥ずかしいってじゃあたこ焼きは最悪やんすいませんちょっと今買ってきたのが、うんたこ焼きハウスビアっていうビアで買ってきたんだけどビアこうね、なんか温かい老夫婦で行ったなんだけど、うん、普通に注文してから作るよ、うん、で、待ってる間中入ってってって言われて、うん、そのもうなんかプライベートゾーンだろみたいなところあ、もうなんかそう家の中みたいな中でおばちゃんが食ってたのね知り合いの方なのかなと思ったら普通にお客さんでへぇこれは出来たてを一回礼儀として食べる必要があるそれは確かに絶対熱いよ猫下にはきついんじゃない？
どうなんだいそのたこ焼きは。どう思うな。無駄がない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 。トロトロでもうシンプルなたこ焼き。いただきます。真心か。愛を、愛を感じながら。よし、買ってきます。はい。いやすっげえ香りする。え、これそれ俺買ったやつか。え、ソースないじゃん。そういうやつ大阪城。これ大阪城か。自分でかけてこいパターンだから。いや帰宅。帰宅。帰ったぞ。だいぶ経っちゃったけどね。さあ今の時刻が11時半。11時半。やべえ大阪。あのね、ちょっと疲れた。疲れた。いろいろ編集とかありまして、ちょ今日の動画仕上げないといけなくてね。でこちら一応60点で何個。1個多いよね。そう、101個で、で、プラス2個食ってるから。あ、プラス2、そっか。63個あるのか。シンプルに腹は減ってます。ああ、ちゃんと食える。てか、なんならさっき満腹じゃなかったんで、うん、なおさら食欲がね、ちょっと深夜で上がってきてるので、それをじゃあ食べましょうか。はい、じゃあ改めまして、いただきます。いただきます。まあ一応ラインナップは見た感じです。見た感じです。全然見た。大阪のたこ焼き屋さんの名前ね、難しい。難しいよね。あれこれは、あれこれ、これ見たことあるよね。ギンギンじゃない？お、ギンギンだね。ギンギン、大阪のギンギンだね、これ。セブンギンギンだね。セブンギンギンだね。うわ、うん、うん、さっぱり。食べ応えがあるな。うん、うん、これあれトライアスロン。あ、おお、そうなの。天候によって全然違わない。これが割と俺ね、今日一だ気がする、結局、うん、まあ、ザ総合的になんか A ランクって感じ。うん、ギャグだってマジで何もかかってない。一応まあ食べてみましょうか。なんとこれ塩たこ焼き。あ、そうなの。ごめんなさい、めっちゃなんか大阪ジョークとか言ってばかりしちゃった、うん、思ったより塩っけない。もっとかけていいかな。時間で飛んだ、うん、塩の味するこれ。なんだろ、ノーマルだね。うん、かける前って感じなんだよね。違いが分かれました。そうね、出来立てじゃないとダメなんだね。まあちょっと好きに食べてか、ちょっと最後ナンバーワン決めます。これデカタコいこう。これ食べてほしい。いただきます。マジで個性豊かだな。全然違うんだよ。全然、まあ、出汁は違うわ。あ、俺これ好き。全然風味が違う。おー、俺これ好き。味付けはすごい好きだ。ちょっとじゃあ、これいきます。あ、見たことだ。あ、これ違いよかも。全然違うわ。まず、俺らが違う。俺らの普通がこれだもんな。あー、これが銀だこか。油がすごいね、やっぱ銀だこって。まあ、お店のじゃないけど、こうやって食べると銀だこって別にそんな大したことないね。なんかそのメンチャー、なんか俺別の料理だと思っちゃった。あ、そういえばね、なんかこれに合う付け合わせの3セットも買ってんだよ。何ソースのなんか赤味噌とマヨネーズとあともう一個なんだ。え、まさか。そのものはこちらでございます。そのものをこちらによこせない。編集やんないわ今日。チャリズロでーす。お前。イテワンクラスだよお前。じゃ、ちょっと全部飲まないよ。これ二つ全部飲め。飲んで。これ一本飲んだら普通に。あね。やばい。え、これノーマルチャミする。ノーマル。マスカットか。もう飲んだことあるか。これまあこれしか飲むない。そんな微妙な。いや。これマスカットの香りすごいんだけど、いやすごい酒。え、じゃあマヨネーズと赤味噌。嘘嘘。なんやねん。これの伏線。嘘なの。嘘嘘嘘。やばこれとか。おお、うまくいるじゃん。楽しみ。おい、なんやねん。だからお前、年齢確認、年齢確認って言いながら、お前、自分の財布持って、急いで取りに行ったのか。学生走り方で、今度なんか、なんかリーダー、お次して。おお、国連の酒でちゃんと。いや、行けない。大丈夫。国連の酒でのいつぶり ?3 人で1本ぐらいちょうどいいかも。いやー、ちょっちゃん。じゃあ俺も入ってんだって。ねえ、乾杯。お疲れ。明日頑張りましょう。あ、ちょっと飲み方があるんですか。なんですか。ちょびっとプフって飲みやすいよ。焼酎って感じ。焼酎だから。酒だで。どう思う。それ飲んで。マスカット苦い。甘い。苦い。甘さはわかる。甘みはある。ある。じゃあ今日が良かったっていう証拠で。こいつ何て。え、どういうこと。寿司が。ああ、ドラマのマッチャー。いてもわおわお。何かボーしか言わないから。俺アルコール耐性ゼロになっちゃったからさ。なんで。なんで。
飲まなくなっちゃって、もうめっきり飲まなくなった。ああ失恋しちゃったな。シンデレラボーレンジを回って、腕の中でそれはダメだ。そこまでよかった。そこまではまだ別に普通なことで、 いつかよりはいいだろ。坂道を登った先の暗がり、泣いた黒人生やめろお前。コップがさ、もう3個ぐらいある。いや、これもうちょうど3つ。あ、ないか。いや、あったらさ、水、水、チャミスルでさ、はい、せーの。あ、こいつ飲み気やろうとしてる。あれそんなキャラだっけ。たこ焼きの味変、めっちゃ楽しみにしてた。そんな、まあ、そんなマヨネーズなんてたこ焼き界の希望の光だろう。まあね、主役って言っても過言ではない。ビール買ってこい、マジ。スイッチ入っちゃったな。飲むよ。チャミスルはまだビールがよかった。え、企画忘れないで、食べきんないと終わんないから。やってるよ、うん、でもさ、なんかもう、なんかパッと見、いや、まあ、あの10秒でめっちゃ口に詰めればさ、そのさっき外にいた時みたいな食い方してたら、多分1個ずつポン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 って消えてっちゃうんだけど。あと30個。え、おえ、もう半分あったのじゃん。やば。大阪、もう明日大阪出ちゃうけど、大阪にの思い出。仕事全然仕事ない。まあ俺が言うてちょっと合間でアメ村行ったぐらいだけど。そうだな。タクは昨日先寝ちゃったけど、今日が編集とかあるし、昨日ハヤテと最後、はい、タクはもう寝ちゃった後、ハヤテと朝の7時ぐらいまで編集頑張ってて、6時ぐらいかな、コーラで杯を交わすと。ゼロコーラとコーラでじゃあちょっと持ってきて、こうトンって見て、やかんねん。あーあーやるかー、やるね。あ、待って、あ、視界が、あ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 、とか言ったいや、限界でしょ、だってもう体ふわふわしてたもん、ね、運転したからね。そっか、それもあるのか。お前普段運転しないのに、まあ、しかも高速2年ぶり乗るなんて、もう体力が。そうか、全然考えてなかったけど、そういえばそうだったわ。いや本当にこの大阪はもうほぼ撮影と編集なんで、娯楽もっとできるっていう体でいたじゃん。編集を持ってかないっていう体だったから。そうそうそう、絶対無理。こんなに20分動画が時間かかると思ってなかったからね。大手の人たちってさ、ヒカキンさんなんてもうまさにそうじゃん。朝っぱらにすっげえ遠くまで飛行機とかで行ってさ、夜中に帰ってくるみたいなんで、どこどこ行ってきましたってこう写真上げてるけどさ、ずっと一日中働きっぱで疲れたとかツイートしたりするじゃん。こういうことかーって。でもそっから編集あるからね、あの人は。って考えると今の手元まじゃ無理っす。でも分かる分かる。でもここを乗り越えてんだよ多分。ああ、そうかそうか。俺らもここを乗り越えなきゃ多分目標とか達成できないじゃん。ってなると、じゃあ目標乗り越えたら次の目標、目標乗り越えた次の目標ってやると、結局それは当たり前になっちゃう。この最低ラインが定番化したのね。そうそうそう、上に上がってってるのか。うん、眠。うん、割とゆっくり今日寝れるからね。9時起きぐらいだな。おー、明日帰るってエグいんだよな。普通に多分明日終わんのが撮影して3時いろいろ撤退して3時でしょ、うん、そっからストレートで帰っても10時。3時間は俺行っちゃうかな。あれもう2時間以上3時間のあの静岡が多分エグいよ。静岡のあのロードエグいっしょ。え、俺はもう一人カラオケ大会入ってたから、今日寝れれば OK。 一人カラオケ大会が終わった後本当死ぬかな、マジで。あの山道、あの変な点々点、うん、周りに車がいなかった時、俺何やってんだろうって言われて賢者モード入るから。運転中に運転中に入るの相当まずいよ。だ、最後はラジオにたどり着く。あ、そういうこと。ラジオ聞くから眠くない。確かに、わかる。ラジオ何、あ、聞いたことないラジオ聞くと、うん、普通の話が面白いから。いいよ、タク残っても。ほんまに大阪残っても残る意味ねえだろ。しかも俺の車、俺の車でしょ。大丈夫じゃねえ、俺が大丈夫じゃねえ。ハヤテが乗るから、俺が乗るから。もっとダメだよ。ということで、一人っ子ドラフト、ぬくもり焼きと銀だこと、わかんないでかいやつ、でかいやつ、これかな。俺もそれかな。俺はあ、よくわかんないやつかな。あったこれなの。あ、じゃあおばあちゃんあげる。おばあちゃん、おばあちゃんありがとう。おばあちゃんは楽しいよ。銀だこ食べようか。では、あ、101個101個です。せーの、あーうん、お前が101個目です。うんま、完食。お疲れ様でした。あ、急に眠くなった。やばいって。じゃあこれはちょっと、あとしんみりのベッド。いやいや、しながらだろ。俺一回やったことあるけどね、意外といいよ。意外といいの。シルクさんとかよくやるじゃん。俺眠くなっちゃうんだよ。一人で飲んでると今日で一番美味しかったたこ焼き発表しようよ。ない。オッケー、ない。めっちゃ、あい、あい、あい、やばい、もう脳が抜けるしょっちゃんからやってみましょうか。
僕が一番美味しいと思ったのは食べ比べセットのノーマルです。おお、最初に食ったやつか、うん、確かに一番インパクトうまかった。俺が、この大阪で一番美味しいと思ったたこ焼き屋さんは18番さんです。トライアスロンで食ったやつですね。 あれの記憶です。これはちょっと冷めてしまったので、あの、うん、天かすみたいなのが入ってたんですけど、出来たてのやつはね、結構食感があって、あ、俺は好きでしたね、うん、俺はさっき言った通り、大たこ、あー、大たこ、四月も売ってた。非常にあのタコが、ボリンボリンのタコが入ってて、ね、はい、食感が楽しい、はい、美味しい。いや、ほんと、いっぱい食べました。はい、もう大阪のもう名物じゃないですか、たこ焼きっていうのは、ね、うん、これも大阪を堪能したって言っても過言ではないんじゃないかと思います。そうですね。まあね、もう長い話しても明日ほんと早いので、まあ、各自フルトが回んないから長い話をでけでけ酔ってんね、酔ってんね、酔ってんね。いや、でも酔ってるというか疲れて、もうやばい。睡眠時間全然少ないのでね、明日も頑張るぞー、頑張るぞー、頑張るぞー。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします、お願いします。拡散の方もよろしくお願いします。はい、明日はですね、めちゃめちゃ大きい企画が上がるので、うん、そちらの方も楽しみにしてください。はい、京都でトライアスロン、はい、ハイテクに宣戦布告してます。僕は今度も勝ちます。無理だよ、俺がダークホースになって一応を飾る。君はあのサブキャラ最強だから、サブキャラ最強でもう一生1位になれねえやつ。そうそう、永遠の2番手では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はい、それではまた、おおきに風を切って走本日もご視聴ありがとうございました。いや、100個すごく、大食いしたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。というわけで、明日のアクシデンターズは京都でグルメトライアスロンでございます。皆さん見てください。こういうのなんていうんですかね、浴衣っていうんですかね、浴衣を着て鉢巻きをして不審者をかましてきました。というわけで、明日のトライアスロンもお楽しみに。